ユーリーの印象をルーシオとは、1253年に、ガーリチ・ボルイーニ公国のクニャージであったダニールに、ローマ教皇インノケンテウス4世が与えた称号で、ある。ダニールの統治期は、モンゴルのルーシ進行の後に、ルーシに出現したジョチウルスへの対応を迫られる時期に、あり、ダニールは、ハンガリー王国、ポーランド王国、あるいは、 ローマ教皇等のカトリック圏の諸政権との接触をも格索していた。ルーシオの称号の歌詞は、そのようなダニールの外交政策の結果によるものである。ダニール以降では、彼の孫であり、ガーリチ・ボルイーニ広告の統治者となったユーリーも、またルーシオの称号を名乗った。ユーリーの印象の表面には、レックス・ルシシアへ、裏面には、ドゥクス・ラディミライを意味する文字が刻まれている。 その後継者であるユーリーのこのアンドレイ、レフ、さらにその老いであり、マゾフシェピアストケ出身のボレスワフも、ルーシオを名乗った。1349年に、ポーランド王カジミエシュ三世が、ガーリチ・ボルイーニ公国領のうちのガーリチ公国領を、事領に加えた際に、ルーシオの称号は、カジミエシュ三世のものとなった。カジミエシュは、この、ルーシ王国用の貨幣を鋳造している。 なお、14世紀半ばにおける、ルーシュ王国という概念は、ガーリッチ地方を指すものであり、ボルイーニ地方はその範疇に含まなかった。注釈出典、黒川雄二、物語ウクライナの歴史中央口論新社、2002年。P55、J、ファイ、ファイ、R 税、2002、2、1、484から485、 r 2 0 0 8 5 5 6 8 1 4 x v 七7 0 2 0 0 4 6 6 7 r Z 2008, 2, 19、2 0 0 8 2 1 9ありがとうございます。